インディチャンプが香港マイルを最後に引退することが分かりました。今後は守護馬になることが決まっていますが、掲揚先は未定であるとのことです。アーモンドアイやダノンプレミアムと同世代ですね。お疲れ様でした。兄弟も結構走ってるし良い血統。ステゴからマイル王が出るとは思わなかった。この馬のスピードが3区に伝わればいいのだが、国内はすべて掲示板に乗ってる。安定感抜群。アーモンドアイに勝った安田記念はすごかったな。香港を最後に引退する馬が多いな。ラブズオンリーユー、ダノンスマッシュ、インディチャンプ。無事に走り切ってください。来年のマイル路線はシュネルマイスターが無双っぽいな。最後香港で勝てれば守護馬勝ちも上がりそう。